ある家もうかれこれ10年前の話まだ自分は9歳だった諸事情で祖母と2人暮らしをしていたが小学生の半ばで母親とも一緒に暮らすことになった。 祖母とは小さな漁師町に住んでいたけれど、転校するのは嫌だったが、母親が住んでいる町に引っ越すことにした。母親は団地に住んでいたので、三人で暮らすには手狭。ということで、一軒家を借りることになった。少しして、 町の不動産屋さんに紹介され、家族三人で内見に行った。小学校からも遠くない。道路にも面しているし、小さいながらも物置がある。駐車場もあった。地区二十年くらいに感じた。 まだその家には人が住んでいて契約が決まり次第退去、引っ越しの手はずだった。しかし玄関に入ると不気味な仏像が百体以上並べられていた。どうぞご自由に見てくださいね。 中から出てきたおばさんの目は明らかにおかしくよどんでいた仏像からして自分は怯えてしまい内見どころではなかった早くこの家から出なきゃいけないなぜかそう感じていました母は 二階を見るといい、自分もついて行きましたが、後悔しました。二階は不思議な作りで、大きな部屋に、ついたてで、かろうじて仕切って、部屋らしきものを作っていました。そして何より、窓がたくさんあって、南向きなのに、寒い。そして、暗い。 黒いもやが部屋中に綿ぼこりのようにいて、母にもやは何なのかと聞こうとした瞬間、家から出るまでは喋ってはいけない悪いものだから、お前についてきたがってる。そう小声で言われ、自分はもうパニックでした。 黒いもやはゆらゆらふわふわ浮いたりしなんとなく私たちに近づいている気がしましたそれに気づいたのか母は陽気にしゃべりまくる不動産屋にもう内見はやめて帰る胸を伝え一階に向かいました玄関で靴を履きながら しらりと今を見るとおびただしい数の仏像が所狭しといてもうダメだと思いました玄関を出て不動産屋さんはしきりに母に契約を迫っていましたしかし母は断り続けていましたちなみについてきた祖母は 私たちの車の中から出てはきませんでしたそうして母は不動産屋さんにこう言ったんです「あなた知らないって思ってるでしょう」「ここで首吊ったじいさん2人もいるじゃないか」「なんて物件紹介してくれてんのよ」 全く意味がわからない私は、何が何がと母に詰め寄ると、母は駐車場を指さし、ここで釣ってる。元はここ、物置でしょう。自殺があったから壊して、隣に物置を建てた。そういうこと。契約はなかったことにして、 こんな家にいたらあの住んでる人みたいにおかしくなっちゃう母はそう吐き捨てるように言って手を引かれ車に乗り不動産屋さんを尻目に車を走らせました祖母は「なんて家だろうねえ土地がよくない」。 首吊り自殺したじいさんがぶら下がって、あんたたち見下ろしてて、不気味ったらありゃしないわ。その言葉に母も返しました。じいさん二人だけじゃないな。家の中でも少なく見積もっても二人は死んでる。二階なんて最悪。不動産屋なんて、 普通にしてるの。見えないって得だよね。この子は引き寄せやすいから、家帰ったら、あれしなきゃね。そんな会話をしながら、母の団地に着き、すぐさま私は、日本酒が入ったお風呂に入るように言われました。あれ、とは、お清めのことでした。 その後祖母により何かお払いのようなものをされた記憶があります。私の家計は見えるようです。払い方なども一通り習いました。その一件後、知り合いのつてで一軒家を借り、無事引っ越せました。 その家にも何体かいたんですが母は歩き回るばあさんと子供だけだからかわいいもんだよと言っていましたその家の話はまた今度しようかなと思いますちなみにあの家本当に じいさんが首をつっていました。新しく引っ越した家のお隣さんから詳しく聞きましたから、有名な家を紹介されたみたいです。 家いい7年前の高校2年生の冬友達 A と夜遅くまで遊んでいて歩いて帰ってる途中に怖い話をしながら帰りました 先輩が湖の上で馬に乗った落ち武者を見たとか、あそこの心霊スポットに行ったとか、そんな話をしていました。やがて私の家に着き、私が、もしこの玄関の扉を開けて宇宙人や火星人がいたらどうすると言いながら、 扉を開けると、10メーター先にお風呂の扉があるんですが、そこに黒いもやもやがありました。よく見ると、人のような形をしていて、髪の長い女に見えました。すると A が、立ちっぱなしでどうした 俺は先にトイレ行くぞ。というので、待って、私も行く。と言いながら、下を向きつつ、友達の服を引っ張りながら、ついて行きました。トイレの場所は、お風呂場の近くでしたので、それを見ないように用を足し、すぐに2階にある私の部屋に、 急いで行き。さっき、お風呂場の扉のところに何かいなかった。黒いもやもやで。やっぱりいたよな、女じゃなかったか。と、話し。二人とも黙って、怖くなり、寝るにも寝れずに、 ビデオをだらだらと見ていて、時間も深夜2時ごろ。お風呂に入りたくなった私は、怖いけどさっぱりして寝たい、の一心でお風呂へと行きました。髪を洗っていると、右側の方から、ぐわッと手が飛び出してきて、 まばたきをすると消えていました。見間違いか。と湯船に浸かっていると急に静まり返って声が聞こえてきました。何を言ってるのかはわかりませんでしたがお経みたいなやつが三分くらいずっとお風呂場の中で流れてきました。 その間、私は呆然としてしまい、何もできないままでした。声が聞こえなくなり、慌ててお風呂場から出て、一度落ち着こうと飲み物を取りに行こうと、キッチンに行くと、さっき見た女の黒いモヤモヤが、椅子にポツンと座っていました。 現実なのか、私の夢なのか、もう怖い気持ちでいっぱいで、すぐに私の部屋へと駆け上がりました。顔が真っ青の私を見た友達は、すぐに感づいたみたいで、さっき体験した話をして、お願い、お風呂に入るついでに、 一階の通路の電気を消し忘れたから行ってきてほしい。と言いました。でも A は、嫌だ、絶対に行かない。と言います。何度も何度もお願いをしたら、しぶしぶ行ってくれることに。 15分くらい経った頃に急に階段を駆け上がる音、そして降りる音、そして駆け上がる音が聞こえて友達が青ざめた顔で戻ってきましたそれから少しして落ち着いたところで話してくれましたお風呂場から出るまでよかった お風呂場から出るまでよかった。お風呂場から出るまでよかった。出た後、正面の玄関を見たら、さっきの女の幽霊がポツンと立ってた。怖い、怖い怖い怖い。だから、慌てて階段を駆け上がったんだけど、玄関の電気を消し忘れて、一度降りて、消してから来たんだ。 というので、私は、一階の通路の電気は消してきたと言うと、A は、初めからそんなもんついてなかったよ。と言った。その日から、家は安心できる場所なのに、夜がとても怖かったです。 親に話しても誰も信じてくれない。知識も対処法も知らない私はオカルトの掲示板で相談しました。森塩をしたらいいのか、お祓いに行ったらいいのか、と相談したんですが、森塩をすると閉じ込める力があるからやめた方がいい。 お払いは自分に危険が迫ってからでいいと言われそれから何もないようだったら大丈夫じゃないとアドバイスをもらいました数ヶ月は何もなかったんですが夏場に部屋の外にかけてあったハンガーが急に落ちたり 夜友達が来ていて、私が扉を開けっぱなしにしてトイレに行きました。それで戻ってみると、友達が青ざめた顔をして、隅の方で震えていて、事情を聞くと、ふと出口の方を見ると、左の部屋から足だけが、スーッと歩いていくのが見えた、とのことでした。 これで家で起きたことは終わりで、それ以降は全く何も起きませんでした。ですが、あの日の夜がトラウマで、実家に帰るのは少し怖いです。左の部屋には日本人形の髪の毛が伸びていて、不揃いでぼさぼさのものがあるんですが、 何か関係があるのかなぁと思ってしまいます彼氏の家 今から5年くらい前の話です。当時付き合っていた彼氏の家に初めて遊びに行った時のこと。玄関を開けて、どうぞ入って、と言われた時、あれと思いました。小さい子の特有の、なんというか、髪の毛の匂い。 甘酸っぱいような体温の高そうな匂いお分かりでしょうかそういう匂いがしたからです彼には小さい弟や妹はいませんでしたし一人暮らしで実家からも遠く離れていましたそして小さい子が家に遊びに来るということもありませんでした 気のせいかと思って部屋に入ってぎょっとしましたベッドルームの隅に5歳くらいの女の子が体育座りをしていたんです純和風の顔立ち白い肌水色っぽい色のワンピース肩より長い黒髪で前髪は 眉のあたりで揃えてありました。うわぁ、どうしよう。と思ったものの、彼自身、全然平気、というか、気づいていないみたいだし、前々から自分の部屋に、とても愛着がある、らしきことを言っていたので、初めてお邪魔して、 いきなり何か言うのもどうかと思って黙っておくことにしました。訪れたのは夕方近い時間だったので適当に荷物を置いたらご飯を食べに行こうということになり出かけました。帰ったらあの子消えていたらいいな。 なんて思いながら食事を終えて家に帰ると女の子はいなくなっていましたやっぱりさっきのは見間違いだったのかもあまりにもリアルだったけどその後お風呂をいただいたわけですが 体を洗ってるとき背後に何か気配がしたので振り向きましたお風呂場の扉はよくあるすりガラスっぽいアクリル製だったんですがそこにさっきの子が映っていましたすりガラス越しなのでぼやけてはいましたが 両手のひらを扉につけてお風呂場を覗くようにドアに接近している女の子がかなりびっくりしてしばらく放心状態でしたけど相手が幽霊らしいとはいえ子供だからか驚きすぎてなのか取り乱すことなく 観察をすることに女の子の影は何か私を探すようにしばらくすりガラスの向こうでゆっくり上下左右にうねうねと動いていました」「がそのうち扉から遠のき脱衣所をうろうろしたあとて行ったようでした。 その後は寝るまでの間あの子は現れませんでした初めに見たとき寝室の隅にいたのでその部屋で休むのは正直気が進みませんでしたその割にその晩は熟睡したんですけど朝 特に部屋に異変はないように見えました。しかし洗面所で顔を洗っていた時鏡の向こうにあの子はいました。洗面所の中途半端に開いたドアに隠れた格好でこちらの様子をうがっているという感じで。 やっぱりいたんだと思いつつ、なんとなく、お名前は何してるのと尋ねてみました。すると、さっとドアに隠れます。放っておいて歯磨きなどをしていると、また、こそっと覗いてくる。 あら、と、声をかけると、また、さ、と、隠れてしまう。普通の、好奇心旺盛で、恥ずかしがり屋な、幼児と同じような反応だった。ただ、表情が暗いのと、生き物の気配というか、存在感がないのと、 もっと、こちらをよく見るためか、なんだかわかりませんが、ドアの端に添えた手で、這うように、ぐねぐねと体を動かしながら、上に登って、私の背の高さより、上に行ったり、下がったりする様が、いかにも、というか、異常な感じでした。 その後何度か彼の家に泊まりがけで遊びに行きましたが彼女は毎回私が洗面所あるいはお風呂場にいる時に鏡越しにあるいはすりガラス越しに存在をアピールしてきました特に衝撃を受けた忘れられないアピールは床からいきなり 首だけ生えた状態で現れるというもので、あれだけは本当に心臓に悪かったです。私と彼の付き合いは長く続かず、3ヶ月くらいで別れてしまいましたが、最後に彼の部屋に私物を取りに行ったとき、あの女の子にもさよならを言いました。 わかってるのかわかっていないのかはわかりませんでしたが洗面所の鏡の向こうで両手足をくねくねさせながら踊るようにドアの向こうに消えていきました今でもあの子元気かなと思い出します 恋。俺が小学生の時、親父が家を建てた。念願の一軒家で家族皆喜んだ。しかし、引っ越し後ほどなくして女の幽霊が出るようになった。俺は見たことがないのだが、 両親は深刻に悩んでおり、特に母は気を病んでしまい、家は大変なことになっていた。そんな中、正月に初めて家に来たおじいちゃんが家に入るなり、〇〇さん、こんな滅多なところに家建てるもんじゃないよ。と言った。 ちなみに〇〇さんは親父の名前。おじいちゃんは今に紙棚を作り、かんぴょうを天ぷらにしてそこに備えた。そして備え物を絶対に絶やさないように告げ帰っていった。以来家は幽霊に悩まされることはなくなった。 ただその代わり、おじいちゃんの家に幽霊が現れるようになったらしい。おじいちゃんは、一人暮らしだし、寂しさが紛れて、案外いい塩梅なんだよ。と語っていたが、その後ほどなくして、心臓を痛めて、急に亡くなってしまった。 ささやかな葬式だったが、その際見知らぬ怪しい女が、式場をうろうろしているのを、親父含め、数人が目撃している。これは、俺の予想だが、おじいちゃんは、その幽霊と恋仲になり、添い遂げたのではないか。式の後、 おじいちゃんの家を片付けに行ったのだが、一人暮らしとは思えない様子だった。部屋には花やぬいぐるみ、風景写真がたくさん貼られてあった。中でも印象的だったのは、誰かと筆談していたかのようなメモ書きが部屋のあちらこちらに残されていたことだ。 内容は、テレビ面白いとか、もう寝るかとか、他愛のない一言だった。おじいちゃんは、決して、ボケてはいなかった。あれは何だったんだろう。幽霊話は、おじいちゃんの死後、どこからも聞かなくなった。 私と三分の一ほど被っていました。つい先日の出来事です。掃除洗濯などの家事をこなしていた朝、リビングのドアから出ると廊下に女性が佇んでいました。 慌ただしくドアを開けて廊下に出たため、あっと思った時には、その女性は私と三分の一ほど体がかぶっていました。女性の顔は私の肩に乗るような距離にあり、どこを見てるのかはっきりしない無表情な印象でした。 今の家には7年前に家族で越してきました。当時、地区十数年になる一軒家でしたが、広さと安さが魅力で家族で即決しました。しかし、入居して間もなくおかしな影を見ることになりました。 我が家は玄関からまっすぐ伸びる長い廊下があり、突き当たりが浴室になっています。廊下の左右はリビングや階段などがあります。そのリビングにいると、廊下を浴室から玄関に向かって黒い影がスーッと 通っていくのを時折見かけるのです初めは引っ越しで疲れてるのかと思い誰にも言わず気にしないようにしていましたところがある日長男が言いにくそうに私に相談してきました「黒い影を見かける」 私だけが何か感じるのなら何もないことにしたいのが本音でしたが、息子も同じものを見てるので否定はできず、じゃあお父さんにも聞いてみるね、ということになりました。主人は霊的な現象は否定はしませんが、 元気がないとそういうものに出くわす。実生活を元気にやっていこう。という考えの人間です。この家に越してきてからも、強くて明るい前向きな言動は何も変わっておらず、こんなことを相談したら、君、今元気ないのと心配されるのでは。 不安でした。しかし、私と息子が見たものについて相談してみると、意外なことに、ああ、俺も見たよ、と即答でした。友人知人に霊能力者はもちろん、霊現象に関心がある人さえ皆無で、黒い影を 時折見かけるまま過ごしていました。そして、越してきてから数年が経ち、隣近所の人と交友ができてきた頃のことです。隣の奥さんから、ちょっと変な話だけど、とお話がありました。内容は、 私たち家族の前の前の住人が、この家は死者が出たなどのいわゆる事故物件かどうかわかりますかと尋ねてきたというものと、その次の住人はたった一年で転居したとのことでした。隣人は 長くこの地に住んでいるそうで、私たちの家に以前に死者が出た話は聞いたことがない。その家が建つ前は駐車場だったと言っていました。もともとめんどくさがりの私は、だったら黒い影を見る程度ならこのままでも大丈夫そう。でも、 もしはっきり見たら怖いだろうなぁ、などと思っていました。そして、つい先日の出来事です。掃除洗濯などの家事をこなしていた朝、リビングのドアから出ると、廊下に女性が佇んでいました。 慌ただしくドアを開けて廊下に出たため、あと思った時には、その女性は私と三分の一ほど体が被っていました。すべて実話で現在進行中です。 花ちゃん。五年前の話です。我が家は庭に建て増しをして家を広くしました。うちは祖母、両親、兄、妹、私と大人数だったので、 部屋が増えて嬉しかったのですが、それから我が家はめちゃくちゃになりました。父はお酒をほとんど飲まない人でしたが、理由もないのに酒の量が増えて、暴力は振るわなかったものの、大声で怒鳴るようになりました。兄は、 そんな父が嫌で、就職が決まっていたので、会社の寮に入って、家を出て行きました。続いて祖母、妹が家で事故死しました。妹の遺体を見つけたのは母で、突然のことで辛かったせいか、変な おみ屋のところに通い詰めるようになり、家事をほとんどしなくなりました。家が広くなってから3ヶ月間で、これだけのことが起きました。私はというと、ずっと夢だ、幻覚症状だと、自分に言い聞かせて、ごまかしていたことがありました。 家を広くしてから知らない三人家族を家のあちこちで見るようになったのです。最初に見たのは庭ででした。父親らしき男、母親らしき女、子供らしき男の子。格好は古い感じで三人で 記念写真のように立っていて、口だけがニヤニヤと笑っていて、馬鹿にされてるような感じでした。いつも私が気づくと、二三秒経ってから消えます。そんな中、野良猫が庭に迷い込んできました。うちは、 動物を飼ったことがなかったのですが、私が学校に行くときと帰ってくるとき、必ず玄関にいて待っているその猫が、可愛くてしょうがなくなり、父と母の機嫌のいいときに説得し、うちで飼うことになりました。花のところにほくろのような模様があったので、 花ちゃんと名付け、花ちゃんと一緒にいるときは、なぜか安心できたんです。そして、花ちゃんと一緒にいるときは、なぜかあの家族を見ることもありませんでした。二ヶ月くらい経った頃、花ちゃんは急に死にました。 朝いつも一番に起きる花ちゃんが起きてこないので部屋を探すと花ちゃんは冷たくなっていました獣医さんは心臓麻痺かなと言っていました私はここ三ヶ月に起きたこと心の拠りどころだった花ちゃんがいなくなってしまったことで 精神のバランスを崩したのか、すべてがどうでもよくなり、感情を表に出すこともなく、毎日を過ごすようになりました。ある夜、ふっと目を開けると、あの三人家族がベッドの脇に立って、私を見下ろしていました。いやー。 笑っていました。今考えると恐ろしいのですが、その時はもう勝手にしてよ、と思っていました。と、その次の瞬間でした。ものすごい剣幕で怒っている猫の大きな顔が浮かび上がり、その父親らしき男に、 噛みつきました。三人家族は驚愕の表情で消えていきました。私もこの時は本当に恐ろしかったのですが、穏やかになった猫の顔を見た瞬間に、花ちゃんと叫びました。 花の横の模様がはっきりと見えたんです朝起きると珍しく母が先に起きていました寝ていたら布団の上から猫の足のような感触でつつかれ起きてしまったのだそうです私は 抑えていた感情が一気に溢れて大泣きしてしまいました。母と起きてきた父を前にして酒を飲んで怒鳴るのはやめて。拝み屋に行くのもやめて。こんなんじゃおばあちゃんと妹があの世に行けない。と、とにかく泣き叫びました。 さすがに両親もわかってくれたらしく、父は家のお酒を全部捨てて病院に通い、母は拝見屋に行かなくなり、家事をするようになりました。そんな時、兄から連絡がありました。子猫を飼ってくれないか、というのです。 寮に住み着いた猫がいて、毎晩駅からの帰り道の途中で自分を待ってくれている。可愛くて放っておけない。自分は寮だから面倒を見てくれないか。という話でした。花ちゃんには申し訳なかったですが、うちで飼うことにしました。 学校から帰った夕方、一人で家にいた時です。台所でテレビを見ていると、寝ていた子猫が急に起きて、廊下に飛び出ていきました。それと同時に、廊下で、バタ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 、と、玄関に向かって走る音が聞こえてきました。 驚いて廊下に出ると、子猫が毛を逆立てて、玄関に向かって吠えているんです。近づいていくと、猫の怒鳴り声と、うわぁーと、男の声が響きました。猫の怒鳴り声は、子猫のものではありませんでした。 それ以来、あの家族を見ることは全くなくなりました。兄は猫が気になるらしく、よく家に帰ってくるようになりました。父も母もおかしなところはなくなり、家族で一ヶ月に一度は祖母と妹のお墓参りに行きます。 我が家では猫はうちの守り神と思うようになったせいか、今では七匹の猫がいます。あの子猫も大きくなり、今はボスとして健在です。 水滴「私が住む家は2階建ての一軒家で私は2階の部屋で寝起きをしていました」「ちょっと説明しづらいのですが家の形は正面から見て L 字型をしていて」 私が寝起きする部屋の窓からは屋根の上へと降りることができました。ベランダというわけではなく本当に屋根って感じでトタンが張ってあって立って歩いたりするには危なっかしいです。トタン屋根の家に住んでる人はわかると思いますがこの屋根は 雨の音とかがとても大きく響きます。でも夏の終わりぐらいになると夜に雨も降っていないのにパタタッという感じに水滴の落ちる音が聞こえることがあるんです。何の音だろうと前から思ってはいたんですが あまり気にはしていませんでしたでもある日の夜のことでした私は自室のベッドで寝ていましたベッドの横には例の屋根に降りることができる窓がありました うとうとしていると、あの、パタタ、という音が聞こえてきて、私は目が覚めてしまいました。普段なら、ああ、またあの音だ、とぼんやり考えながら、そのまま寝てしまうところですが、どういうわけかその夜は、その音が何回も何回も聞こえてきて、 なかなか寝つけませんでした次第に「うるさいなあもう何なんだよ」と苛立ってきて私は目線を窓の外にやりましたそして凍りつきました 窓の外から何かが私を見下ろしていました。窓の枠に逆さまにぶら下がるようにして変な生き物が私を見ています。暗かったのではっきりとその姿を見ることができたわけではないんですが、逆さになった頭から 髪の毛が垂れていて、口は異様に大きかった気がします。その生き物はどうやらびっしょりと濡れているようで、その髪の毛から時折水滴が落ち、あのパタタッという音が聞こえてきます。こんなものが しょっちゅう私の部屋を覗いていたのになぜ気づかなかったのだろうと思うのと同時に今日はたまたまカーテンを閉め忘れていたことに気がつきました私は目を閉じ必死に眠ろうとしましたカーテンを閉めたり逃げたりする勇気は ありませんでしたそしてどういうわけかあの生き物に起きていることを悟られてはいけないという気がしましたしばらくの間そうしているといつの間にか眠ってしまったようで気づくと朝になっていました 恐る恐る窓の外を見ましたが何もいませんでした。形は人に近かった気がします。でも近かっただけで頭がついてる場所と手がついている場所、人と呼ぶにはちょっとバランスが悪いです。 大きさは小さいおばあちゃんくらいでしょうか。あの生き物は何だったのでしょうか。とっても気になりますが、今では怖くて夜はカーテンが開けられません。 窓十数年ほど前のある夜飲み友達である A と B は車で近隣の里山へ入った近年のペットブームでカブトムシやクワガタの需要が増えとある店で 高く買い取ってもらえると聞き、小遣い稼ぎに虫取りに行ったのだった。昼の間に下見をしておき、虫が寄ってきそうな木に罠を仕掛けて夜を待つ。簡単なものだった。慣れない山だったが、一晩で数十匹の昆虫が取れた。 これでちょっとした飲み台になるだろうと心が弾んだしかしその目論見みは無残にも打ち砕かれた A はもっと昆虫を取ろうとつま先立ちで高い枝に手を伸ばしたが次の瞬間にじみ出る草の汁で足を滑らせ とっさに掴んだ B を巻き添えにし、二人して崖下へと転がり落ちたのだ。幸いにも B は無傷だった。A も足をひねった程度で済んだが、自ら歩くことはできなかった。助けを呼ぼうにも、ここから上には戻れそうになく、 他の道を探すことにした B は A を背にし崖下の小道を歩き出した昼間に下見をしていたとはいえその道はどこへ通じているのかさっぱり分からぬものだった不安がよぎる中車を止めた上の道が どんどん遠ざかっていくような気がした。付近には民家どころか街灯すらない。懐中電灯の明かりを頼りに歩き続ける。B の背中は汗でぐっしょり濡れていた。し負っている A の体が直に張り付いているようで、 気持ちが悪くてしょうがなかったが口には出さなかった数十分歩き続けたころ遠くにポッと明かりが見えた二人の男は安堵した「この先に家があるんだろう」「電話を借りて助けを呼ぼうとそこへ向かった」 すると、どこからかね。に、ね、ょ、に、ね、と、犬の鳴き声が聞こえる。おそらく、お目当ての民家からであろう。山の一軒家は物騒だから、番犬を飼っていても不思議ではない。歓迎されてはいないようだが、 家の人が早くこちらに気づいてくれれば幸いだ。明かりが少し近づいてきた。二階の窓らしき明かりだった。中には人影が見えた。曲がりくねった道だったので、明かりは時折木々に隠れ見えなくなったが、 犬の鳴き声を頼りに明かりの方へと着実に歩みを進めた、ねねね、鳴き声が大きくなってくるもうすぐそこだろう B が道を曲がった しかし、おかしなことに、民家など見当たらない。そろそろ家が見えてもいいはずなのに。そう疑問に思いつつ、A がひょいっと首を曲げた瞬間、宙に縦長の細い光が見えた。B が前へ進むと、細い光は、 徐々に形を変え長方形の光になった二人はぎょっとした家はないが明かりのついた窓だけが宙に浮かんでいたのだ窓には人影が見える女だ 裸のようだったがそんなことはどうでもよかった女はこちらをじっと見据えている二人はその場から動けなかったしばらく緊迫した間がありやがて女は窓をガラッと開けたかと思うと と、犬の声で吠えた。二人は、女から目をそらすことができぬまま、その場に、へたり込んでしまった。しかし、B はすぐに起き上がると、絶叫しながら、一目散に逃げ出した。歩けぬ A を、 置き去りにしたまま逃げる B の背後からは犬の鳴き声が延々とこだまし続けた山を降りた B は警察へと駆け込み事の経緯を話した捜索隊が出されたが その回も虚なしく A は遺体で発見された当初警察は B が殺害に関与したのではないかと疑ったがその疑いはすぐに晴れたその理由は詳しくは伝わっていないが遺体は激しく損傷していたそうで 死因は大型肉食獣によるものとして処理されたという。それからの B は暗がりに浮かぶ光や犬の鳴き声にひどく怯えるようになり、ついには満月の晩に月の中の女が吠えるので、といった書き置きを残し、 消息を絶った彼は今でも鳴き声を背に逃げ続けているのだろうか。